時計のアカデミー賞来たる。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ無許可、ロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます。白樺つけてるけどね、ということでございます。はい、皆さんこんにちは。ちょっと今日ねこのスタイルで話すんですけれども、時計のアカデミー賞 GPHG2022 が大賞発表、11月10日ね、もうすぐそこまで迫ってきております。一応ライブでも話したんですけれども、ちょっとね改めてざっくり見てみて、皆様、どれが大賞を取るでしょうか。何か意見をいただければ嬉しいと思います。それでは皆さんで、ね、ムケムケ OK。 はい、 GPHG ですね、11月10日発表となっております。もうノミネート作品が、ホームページ出ておりますので、まあもう1ヶ月ぐらい前からもうずっと出てたんですけれどもね、ちょっと見ていきたいなと思います。皆さん、昨年メンズウォッチ部門取りましたからね、白樺でございます。はい、こちら、はい、かっこいいですよね。これがメンズウォッチ部門、去年取ってます。日本の誇りでございます。ただこの GPHG については、ロレックスとかパテックフィリップとか、その辺はノミネートしてないというところになりますが、まあ権威ある賞でございますので、見ていきましょう。はい、ライブではね、以前少し触れたんですけれども、まあこういうふうに、出ております。各部門ごとに、時計が並んでるんですけど、非常に面白いですよね。概要欄に URL 貼っておきますので、皆さんちょっとチェックお願いします。まあこれはね、ざっくり見て、皆様の意見とかをコメント欄で欲しいかなというとこでございます。はい、まずねレディース部門になるんですけれども、あ、このね、このモデルについてはすごいですね。コンスタンチン・チャイキン、日本語訳直訳してますので、ちょっとおかしいとかあると思いますが、これすごいですね。あとパルミジャーニ・フルリエがやっぱ結構ノミネートしてるなってとこですよね。あ、ショパールのこちらも綺麗ですね。このうわ、アルパンイーグルの綺麗だな。レディースウォッチ部門どうでしょうかね。パルミジャーニ・フルリエ、これ取るんじゃないでしょうか。はい、次レディースコンプリケーションですね。複雑機構のレディース、うわー、これもすごい。オーデマピゲ、出してますね。エルメスのこれね、いいんじゃないかっていうのを、ライブの方で話させていただきましたね。このようなノミネートとなっております。はい、皆さんここはちょっと注目ですよね。メンズウォッチ、メンズウォッチでございます。去年ね、この部門でグランド成功、白樺ばっかこれね取ってたのでありますが、素晴らしいですよね。他の YouTuber さん言われてたんですけれども、まあこのお時計ね、結構若い創設者の方が作って10年続いているブランドだから、新しいんでしょうねこれね。かっこいいですよね。そしてブルガリとかも出してるんですね。あ、ここにもね、パルミジャーニフルリエこれね出てますね。はい、こちら出ました。皆さん、天頂でございます。天頂と書いてこれゼニスになりますが、ライブではね、このシンプルさのこのゼニスね、非常にかっこいいなということで話しました。どうでしょうか皆さん、今年のメンズウォッチグランプリポスト白樺はどれになるんでしょうか。私は天頂じゃないかなとちょっと思ってますよ。はい、こちらメンズコンプリケーション、非常にね複雑に並んでおります。エルメスかっこいいですね。ここにもね、パルミジャーニフルリエこちら出てきておりますね。ライブではこの時計なんかすげえいいなっていう話したんですよね。はい、このようになってますが、コンプリケーション皆さんどう思いますでしょうか。続きまして、直訳で象徴的なモデルたちとなりますが、見てください皆さん、ジラール・ペルゴー、なんだこの時計は、やばいですよね。デジタルウォッチで攻めてきていますね、ジラール・ペルゴー。日本初のスイス時計、横浜にフランソワ・ペルゴさんのお墓がありますよね。素晴らしいですね。これできましたか。象徴的なブライトリング、シンプルに攻めてきてますね。これはなんかジラール・ペルゴがなんか目立ちすぎて、ちょっと注目せざるを得ないという感じですね。 IWC のこの緑のやつも綺麗ですね。はい、続きまして出ました皆さん、トゥールビヨン、我らがグランド成功鼓動、来ましたこちらですね。今年ねウォッチ&ワンダーズで発
表されましたね。発売はまだですよね。これマジで大賞取ってくれないかというところで私ね期待してます。いやこれかっこいい、素晴らしいよ。これは頼む、グランドセイコー、これ取ったらマジ嬉しいぞ大賞。はい、ちょっと期待しておりますよ。まあ、その他ねオーデマピケとかも出ておりますが、ここはねセイコー鼓動に期待しております。はい、歴と天文学直訳、はい、このようになってますが、どうでしょう。なんかこのハイトって書いてあるここ、すいません、ブランド名もよくわからないんですけれども、これなんか液体入ってるみたいですね。すごいですよ。はい、これ機械的例外的なとこでございますね。ブルガリ、まさかの QR コードついてます。攻めてますね。いいんじゃないですかこれ。ブルガリオクト、フィニッシュもめちゃくちゃ薄いですね。10周年記念で QR コードをつけてますよ。見てください、この薄さ。まあ、視聴者さん教えていただいた、このユリス・ナルダンっていうブランドもね、非常にいいですよね。なんか宇宙船をイメージしてるような感じですかね。ここ、ブルガリ強いんじゃないでしょうか。はい、こちら、クロノグラフ部門でございます。ブライトリングナビタイマー。これね、見慣れた時計もありますが、他の時計結構攻めてますね、いろいろ。はあ、MB&F。こちらなんかオレンジ色でかっこいい。はい、出ました。ダイバーズウォッチ部門になります。こちら皆さんどう思いますかね。チューダーありますね。FXD で来ております。個人的にはね、ペラゴス38。あれ結構いいなと思ったんですが、ここね、ペラゴス FXD で来てますね。ラグと一体型ですからね。こういう形で、ね、ベルトがもうね、通しやすいような形になってます。これ珍しいですよね。はい、出ました。我らがグランドセイコースプリングドライブ。黒潮モデルでございます。かっこいいですよね。しかもスプリングドライブですから、5デイズですから、これめちゃめちゃ正確ですからね。多分他の時計と比べても、この精度っていうのはやばいんじゃないでしょうか。ダイバーズウォッチ、スプリングドライブ、そしてこの文字盤、ありますね。黒潮、スプリングドライブ。ダイバーズ部門、取ってください。はい、ジュエリー部門ですね。もう激しすぎてよくわかりませんが、いやー。激しい。もうここまで来るともう工芸品となっております。あ、村上隆さんのね、こちらのやつですね。これも可愛いですね。こいつですね。行くとしたらね。行ってほしい。そう思います。プチギーユ部門でございます。皆さん、グランドセイコーありましたね。このゲルフマン、これ、ニキシーモデルですかね。視聴者さんに教えてもらったんですが、まあ、こういう風な表現ができるね。文字盤が。文字盤というのでしょうか。これもなんか面白いですよね。グランドセイコーいますんでね、頑張ってほしいですね。あ、このね、ゼニス、これデファイね、これめちゃめちゃいいと思ったんですよね。見たことあるんですけれども、あ、これも結構強いな。はい、こちらチャレンジ部門でございますが、クロノ東京。はい、こちらね、出展します。ちょ、頑張ってほしいですね、日本として。まあ、チューダーレンジャー来てますね。あ、舞台となっております。直訳で舞台。舞台レンジャー。結構、こうレンジャーもね最近出てたりして非常にいいと思いますよ。シンプルでいいですよね。まあクロノ東京頑張ってほしいですけれども、どうなるんでしょうか。あと置き時計もありますね。もうこの辺になってくるのも激しすぎてちょっとよくわからないんですけれども、はい、ノミネート作品は以上です。はい、ぜひね、ざっくりすべての、モデル見てきたんですけれども、皆さんどう思われたでしょうか。ちょっと概要欄からこちら見ていただいて、皆さんの思う対象、ね、こちらの方ね、言っていただければ嬉しいですね。私はやっぱどう考えても、鼓動にちょっと期待しちゃいますよね。はい、去年撮ったこのグランドセイコー白樺。やっぱね、知名度多分グッとここで多分上がりますからね、撮るとね。はい、こういうね、のがスイスの方で盛り上がっていくのではないかなと思います。11月10日、こちら発表になりますので、また発表されたら、ちょっとね、こちらの方ね、動画にしたいなというふうに思います。皆さんも何か予想ありましたら、ぜひね、言ってください。どういう基準でね、対象が決まるのかっていうのは、ちょっとすいません。私わかんないので、ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。はい。本日の動画、そんな感じです。11月10日、楽しみですね。頑張れ、グランドセイコー。以上です。ムケムケ、OK。ではだ。